ここはどうやらこの砦の城主の間みたいだけど、あっ、あれは総員の礼拝堂の奥にあった紋章と同じ。これって例の教団の紋章よね。6年前の事件の資料になったものとは少し違うけど。ヨア姫の野郎が置いていったファイルの表紙とも少し違うな。確か翼がついてた気がするが。多分こちらは簡略化された教団の紋章なんでしょう。ひょっとしたら現在の紋章の原型になったものかもしれません。それがこの場にあるということは、教団のルーツは500年以上昔に遡る。しかもこのクロスベルが発祥の地かもしれないってことか。ああ、君たちが発見した総員の紋章もしっかり、500年前の戦乱の時代、この地の有力者を取り込んで勢力を拡大したのかもしれない。なんてこと。いずれきちんと歴史を紐解く必要がありそうだ。気をつけてください。出たか。影の国で現れた悪魔たちの仲間。やはりこの一帯が異界化しているのか。とにかくぶち倒すぞ。負けられない。行くぞ。
もう大丈夫か。これってどうやらこの先が真の意味でのロッジみたいだね。ああ、入ってみよう。ここは すごい。地の底に続く縦穴、なんて大きさなのかしら。これも数百年前に建造されたものなのか。ここからの目測だと深さ500ワージュってところか。いや、こいつは骨が折れそうだぜ。ディオ、どうした？大丈夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ、昔いた場所のことを少し思い出してしまって。昔いた場所、共和国の生誕にあったっていう教団のロッジのことだ。はい、多分この縦穴は煉獄に続く黄泉寺を見立てて建造されたんだと思います。エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため、そして彼らに供物を捧げる儀式を執り行うために。最低の連中ね。道理で神器臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのために。そして俺たちの帰りを待っているキーヤのためにも、その神器臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ライドさん、たく熱血野郎と言いたいところだが、まあ今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。私たちも力を貸すわ。全力で君たちを支援する。よし、それじゃあ行こう。クロスベル警察特務支援課所属、ロイド・バニングス以下4名。同じく遊撃士協会所属、エステル・ブライト以下2名。これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。この辺りは近代的な設備が入っているわね。そのヨア姫って人が改築させたのかしら。多分そうだ。グノーシスを完成させるための研究設備かもしれない。なるほど、病院にその設備がなかった以上可能性は高いかもしれないね。誰か来ます。あんたたち、ここにも嫌がったか。
たたち、おとなしく投降しなさい。いくら薬で強くなったってこの人数相手に。待ってください。様子が何か変です。なんなの。これは。メタモルフォーゼ。迷ってる暇はない。とにかくぶち倒すぞ。さあ、かかってきなさい。あたしの番ね。行くぞ。セット。さて、そこ。俺の番だな。かなり衰弱してるけど、命に別状はなさそうだな。よかった。恐
シスの力かと。精神の変容が肉体まで影響したのかもしれません。おいおい、めちゃくちゃすぎんだろう。いくらろくでなしどもとはいえ、こんな目に遭わせるとは。その弱姫ってやつ、絶対に許せないわね。ああ、とりあえずこの一帯を調べてみよう。教団に関する情報が手に入るかもしれない。ええ、分かった。これはまさか血の池。いや、血の匂いじゃねえな。ずいぶんと怪しげな液体みてえだな。ひょっとしたら何かの排水かもしれません。ちょうどこの上の設備でグノーシスを大量に製造していたみたいですし。確かに色は違いますが、あの薬と似た匂いを感じます。毒性は強くなさそうですが、直接触れない方がいいかと。わかった。足元にも気をつけた方が良さそうだな。そうよね。こんな量が血であるはずが。ここまで見た目が似てると精神的にはちょっと辛いけど、めげずに先に進むしかないわね。ああ、もしかして行方不明になった。あんたらは。ガンツさん、ご無事で何よりです。警察の兄ちゃんたち、助けに来てくれたのか。本当に私たち出られるの。それはどうやらあれが扉の開閉装置みたいだね。向こう側にもあるから、とっとと開いちゃいましょう。ああ。出られない。すみません、自分たちも敵の目を盗んでなんとか潜入している状態です。魔獣や操られたマフィアが辺りをうろうろしている。この遺跡もそうだが、町までの安全も保証できない。しばらくここで救援を待っていただく方がいいかと。そんなどうしてこんなことに。じきに混乱が収まれば警官隊も駆けつけると思います。遊撃士協会も全面的に事態の収拾に協力しています。みんなのことは絶対に助けるから、どうか安心して。分かった。私たちもできるだけの協力をさせてもらおう。ここも牢屋か。こちらは誰もいないみたいだけど。いえ、誰かいるのか。マルコーニ会長。え、あのルバーチェの。お前たちどこかで見たような。お前らは国務支援課のガキども。何、
シュバルザオークさんを台無しにした連中だと。別に台無しにするつもりはありませんでしたが、いずれにしても自業自得ではないかと。黙るがいい。 お前たちのせいでわしは議長の機嫌を損ねて危ない橋を渡ることに。せめては貴様らのせいだ。ものすごい責任転嫁っぷりね。ヨアヒム氏と共謀していたわけではないと言い張るつもりですか。もちろんだとな。わしすまさかあんな恐ろしい薬だったか。最初は潜在能力を高める薬という話だった。変異への襲撃も成功してみんな競い合って服用したが、昨日の夜服用した連中の様子が全員おかしくなってしまって、それでこんなことに。それどころか化け物みたいになったやつも。エイドスよ、我らの罪をお許しください。なるほど。これで分かったろ。わしも被害者の一人なのだ。とっととここを開けて安全な場所に連れて帰り。ふざけるな。元凶は確かにヨアヒムだろう。だがあんたたちに責任がないと言わせるものか。市民たちに薬を流したのは他ならぬあんたたちだろうが。それはその狙いも分かっている。グノーシスに危険がないか市民を使ってテストしたんだろう。あわよくば販売ルートを確保して構想後には広めようとすらした。違うか。今度ばかりはあなた方をかばう議員は現れないでしょう。ハルトマン議長に至ってはヨアヒム氏との関係についていくつもの疑惑が持たれています。もう後ろ盾はなくなったと覚悟した方がいいでしょうね。ま、それはともかくガルシアのおっさんはどうしたの。てっきり一緒に捕まってるものと思ったが。若頭は最後までヨアヒムに抵抗していた。だが化け物になった仲間たちに力ずくで抑え込まれて、その後は見かけていない。そうか。ちょっと心配ですね。確かにね。ロイド君、この牢屋の扉どうするつもり。このままにしておいたらちょっと危険な気もするし、かといって扉を開けたら逃げられちゃうかもしれないし。ああ、正直難しい判断だと思う。僕たちは君の判断に従う。さすがに遊撃士が守るべき民間人とは言いにくいからね。銃は生優しくない。わしに指図をするな。これで貴様らも用済みだ。ちょっとで行ってしまえ。行きましょう。なあ、先を急ごう。やっと来たようだね。この声はアーネストさん。
その人って確か君たちが逮捕した市長暗殺未遂事件の犯人か。遊撃士諸君もご一緒とは。イントリー、君たちもなかなか顔が広いじゃないか。ザレ事はそのくらいにしてもらいましょう。マフィアや警備隊と違って、あなたは意志を封じられて操られているわけではない。自分の意志で協力しているなら、さらに罪が重くなりますよ。その罪というのは、人間が勝手に決めたものだろう。今日からこのクロスベルは新たなる聖地となる。どうしてそんなくだらないルールを気にかける必要があるんだい。アーネストさん、話が通じませんね。ダメだな。あなたがどんな経緯でヨアヒムに取り込まれたのか、いずれ事件の後にでもきちんと聞かせてもらいます。だが今はそこをどいてもらう。いいだろう。偉大なる同志から授かった苦悩室に至る力、その目で確かめるがいい。これってまさか。デモナイズ。しかもこいつはあのマフィアどもより。いい心地だ。魔の力を取り込み、人を超えた存在に進化する。これぞ愚弄姿勢の道。アーネストさん、どうしてそこまで、どこまで落ちれば気が済むんですか。なんか哀れね。どんな姿になろうと思いました。アーネストライズ、公務執行妨害の現行犯により、これより身柄を拘束させてもらう。しゃー、貴様ら絶望を与えよう。よし、行くわよ。任せて。そこ行くよ。
がとう。俺の番だな。セッティア。ええ。僕の番だね。でも誰かさんとはえらい違いだわ。まあこちらの彼はもともと武闘派みたいだし、しかし無能姿勢、どこまで常識外れなんだ。なんとかかなり消耗したみたいだからしばらく動けないでしょうね。そうか。まあここに放っておくしかありませんね。ああ、とっとと先に進もうぜ。そうだな、エリー、行こう。ええ、さようなら、アーネスト先生。ガルシア・ロッシ。ここにいたかよ。やっぱりどうやら他のマフィアと同様操られてしまったみたいですね。人さん並みに大きな人ね。なんかやたらと手強そうだけど。元西風の旅団部隊長にしてルバーチェ商会の若頭、戦闘力は折り紙付きだ。どうやら魔人化する気配はなさそうだけど、手の抜ける相手じゃなさそうだ。ああ、くれぐれも油断すんな。敵発見、撃破する。俺の番だな。やっと。行くよ。
これはもしかして魔人化するのか。こんな人がなったらさすがに手に負えないわよ。おいおっさん、百戦錬磨の元両兵が何をふぬけてやがるんだ。しかもマフィアとはいえ、あんたは一度あの場所から抜けられたんだろうが、その意地を見せてみろや。ランディ、ランディさん、気が消えた。もしかして元に戻ったの？やりゃできんじゃねえか。偉そうなことをぶかしやがって。やはり、ヨアヒムにグノーシスを直接注射してきやがった。最初からおさんくせえと思ってたのに。くそ、よくも俺の部下たちが。彼は自分たちが逮捕する。悪いけど、あなたたちも逮捕は避けられないと思ってくれ。ここまで集大成をしちゃうしかないだろうな。どんどん、この先にいるはずだ。どうしないんですか。それに、何だと言ったの。てめえら気に食わない。何やろう、もっと気に食わない。絶対に遅れを取るんじゃねえぞ。落ちたか。ああ、完全に気絶している。多分魔人化に抵抗するのに力を使い果たしたんだろうね。うん、悪人かもしれないけど一本筋は通ってる人かも。少なくともあの会長さんよりは共感できそうな気がするわ。そうね、同感です。ふん、ま、さすがと言っとくか。そうだな。どうやらこの先に真の黒幕がいるみたいだ。アーネストにガルシア、二人の様子から判断するのは恐ろしく危険な相手だろう。みんな準備はいいか。ええ、はい。いつでも行けるぜ。こちらも任せて。準備はできている。よし、これより教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンターの拘束および逮捕に踏み込む。各自全力を尽くしてくれ。おう。ここは地下の湖。こんなもんが広がってたのかよ。皆さん、あれ。キーボーの写真に写っていた。この場所で撮られたものだったのね。なんかね、暗くてでっかい場所が頭の中に浮かんできた。上の方がぼんやり光ってて綺麗だけど、ちょっと怖い感じ。そうか、あれはこの場所のことだったのか。
その通りさ。ヨアヒム・ギュンタ、いつの間に。どうやら本当にただものじゃなさそうだね。ようこそ我らの起源にして聖特務支援課の諸君、そして遊撃士協会のお客人。あなた随分と余裕じゃねえか。ヨアヒム・ギュンタ、単刀直入に行かせてもらう。グノーシスを投与して操っている人々を今すぐ解放しろ。どんな方法かは知らないが、あんたが操ってるのは分かっている。ああ、別に構わないよ。IBC ビルでも言っただろう。キーヤ様を引き渡せばいくらでも手を引こうと。ふざけるな！まだそんな弱い事を。てめえ、喧嘩売ってんのか！最低の犯罪者ですね。何こいつ、教授並みに性格が悪そうね。やれやれ、これでは話にならないな。そもそもキーヤ様は我らが教団の崇める巫女、それを返せというのがどうして理不尽なんだ。自分たちが6年前どんなことをやったと思っている。そんな連中にキーヤを引き渡せるわけがないだろうが。それよりもいい加減キーヤちゃんの素性を明らかにしなさい。ちゃんと身元は分かっているのでしょう。なるほど、君たちはまだキーヤ様がこの時代の生まれだと思っているのか。この時代。いいだろう、英知に至らぬ者に話すのは本来禁じられているが、君たちには特別に教えてあげよう。つい一月前までキーヤ様は眠っておられた。この祭壇の聖なるゆりかごでまどろむように、500年以上にも及ぶ長き眠りに疲れていたのさ。まさかてめえ、ふかしてんじゃねえぞ。別にそんなに驚くこともないだろう。現代の技術では不可能でも、古の技術ならばそれが可能。星見の塔を建造した中世の錬金術師たち。そんなつながりがあったなんて。以来キーヤ様は500年もの長き眠りに疲れていた。当然その素性を知る者は我が教団にすら残っていない。つまりはそういうことさ。そんな、なんてこった。キーヤちゃんの過去取り戻してあげられると思ったのに。何を悲しむことがあるんだよ。キーヤ様に過去など不要。なぜなら彼女はこれより真の神になるのだから。神って。文字通りの意味さ。君たちはいい加減真実に気づくべきなんだよ。エイドス、そんなものがどこにいる。全ては七王教会によるまやかしだとなぜ気づかない。正気かよ。女神の存在を疑う人がいるなんて。だがそれが我が DG 教団の説く真理だ。よく誤解されるのだが、我々は別に悪魔という存在を崇拝しているわけではない。ただ女神という概念を否定するために好都合だから概念的に利用しているに過ぎない。毒を持って毒を制す。
つまりはそういうことだよ。ふざけないで。だったらどうしてあんなひどいこと。みんな泣き叫んでいた。私がいたロッジはそれでもマシだったと聞いている。悪魔なんて崇拝してもいないのに、どうしてそんな。ディオスケディオプラトー、君の名前は覚えているよ。アルタイルロッジで素晴らしい感能力を示した検体。いやはや、まさかこんな形で検体本人に会うことになるとはね。ちょうどいい。改めて話してもらおうか。大陸各地のロッジで行っていた数々の非道な儀式の目的を。おや、まだわからないのかね。全てはグノーシスの完成度を高めるための実験だったのさ。人が極限状態の時に示す想念の強さや潜在能力の開花、それがグノーシスの完成度を高める格好のデータだったわけだ。ちなみに子供が多かった理由は単にデータサンプルの精度の問題さ。やめろ。いい加減にしなさい、この人でなし。まさか俺ら以上の外道がいるとはな。ヨアヒム・ギュンタ、察するにあなたはそうした数々の実験を統括していた責任者だったみたいだね。その通りだ。だからといって教団内の位階が高いわけではない。そもそも我が教団は真なる神のもと平等の。あんたたちの教義なんて正直どうでもいいわ。それよりだったら知ってるはずよね、楽園と呼ばれていた風変わりなロッジのことを。その名前は。あの黒いファイルにあった。おお、その存在を知っているのか。あれは教団の有力者がわざわざ作らせたロッジでね、各地の有力者を取り込み弱みを握って教団の手づるとする。やっぱり推測通りだったか。なるほど、そういうことか。その楽園とやらに引き込んで議長の弱みを握ったんだな。そうつながんのかよ。僕は全てのロッジの実験結果に目を通していたからね。6年前のあの忌々しい作戦でほとんどのロッジが失われた後、ちょうどいい後ろ盾を手に入れることができたわけだ。ルバーチェなんていう便利な手足のおまけ付きでね。やっぱりか。警備隊を操れているのもそのあたりの関係だな。そういえば、どうやってグノーシスを連中に服用させやがったんだ。ああ、議長の子飼いである警備隊司令に強引に回させたのさ。お司令がさすがに迂闊すぎんだろ。楽園に話を戻すが、あれは妙な終わり方をしたようだな。どうやら例の作戦とは別に去年リベールで異変を起こした結社とやらに潰されたようだが、やれやれ、何のつもりだったのやら。ああ、しかし楽園には一つだけ大きな心残りがあったな。天才的な適応力を持つ一人の幼い検体がいたんだが、これがまた傑作でね。周囲にいた別の検体の人格を
グノーシス投与をきっかけに自分のものとして取り込んだのさ。いや、その実験データだけでもせめて回収できていれば。もういいわ。知りたいことは全部わかった。もうそれ以上話す必要はない。ごめんロイド、少し出しゃばったみたいだ。いや、おかげでこちらもかなり整理できた気がする。これで心置きなく逮捕に踏み切れそうだ。 DG 教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンター、自治州法に基づき傷害、騒乱、不法占拠、薬物使用、虐待など数多の容疑で逮捕する。略式ではあるけど、捜査令状および逮捕状もすでに出ているわ。おとなしくお縄についてもらおうか。いいだろう。僕と君たちのどちらが目的を達せられるのか、ここは一つ賭けをしようじゃないか。その髪は、しかもボーバルスタッフの一種ですか。僕の髪はこちらの方が地の色でね、グノーシスを投与し続けて少々風変わりな体質になったんだ。なんせここ数年全く睡眠をとっていないくらいだからね。おいおい、喋りになってねえぞ。なるほど。それで病院勤めをしながらここまでする時間が取れたのか。さすがは捜査官、いいところに気づくじゃないか。ちなみにこの杖は例の錬金術師たちが作り上げた魔道具の最高傑作の一つ。アーティファクトすら凌駕する力を秘めていてね。魔道の力で、こんなものまで刺激できるくらいさ。錬金術を駆使して作られた中世のオーバーマペットか。さて、そろそろ幕切れとさせてもらうよ。知れ事、あなたなんかに絶対に負けない。偉大なるキーヤ様のために。さあ始めよう。行くよ。行くよ。任せてくれ。セイファー。お返しだ。
任せとけ。よし賭けは俺たちの勝ちだな。おとなしく投降しなさい。やれやれ、一つ教えてあげよう。知っての通り、グノーシスの効能は単純な身体能力の強化などではない。感能力の強化、ひいては服用者の潜在能力を引き出すものだが、その使い方を極めればこんなこともできるのさ。なんだこいつは。空間が呪縛されている。これってワイスマンの魔眼。バカな、どうやってそちらの二人は随分と興味深い体験をしているようだね。リベルアークにファンタズマか。こいつ、私たちの記憶を。まさか、そ
こから再現したのか。ワイスマン、ほう、これはなかなか共感を覚える人物のようだ。ウロボロスの情報も思っていた以上に興味深い。なかなか楽しませてくれそうだ。こんなやつに賭けは僕の勝ちだ。早速君たちにはグノーシスを飲んでもらうよ。そうすれば君たちは僕の思いのまま、キーヤ様も納得してお戻りになっていただけるだろう。てめえ、それが狙いで私たちをここまで。君たちのような愚物にどうしてわざわざ面会の時間を割いたと思っている。すべてはキーヤ様のため。それ以外の理由がどこにあるというんだい。あなたはそこまでの力を手に入れておきながら、その上キーヤにこだわる理由が一体どこにあるんだ。ほう、彼女が本当に500年前の時代の出身だったとしても、あくまで普通の女の子であるのは変わらないんじゃないのか。それだけの力を手に入れながら、どうしてキーヤにこだわる。確かに根本的な疑問だね。言っただろう、彼女は神となるお方。キーヤ様の前にはこの力など比較するのもおこがましいだろう。いや、そもそも比較すること自体意味がないとも言えるのかな。わけのわからねえこと。本当に誰かさんにそっくりだわ。まあいい、この際だから聞いておく。どうしてキーヤはオークションの場にいたんだ。確かにそれもまだ分かっていないわね。マフィアの方でも心当たりがないそうですが。続けて聞くぞ。俺の兄ガイ・バニングスを殺したのはあんたか。ほほん、そうか、そうだったのか。なるほど、二人きりの兄弟、年の差は10近く。兄の殉職後はクロスベルを離れ再び戻ってきたというわけか。それは皇帝の言葉と受け取っていいのか。確かに当時彼は僕の存在に迫っていた。厄介だからルバーチェに頼んで抹殺するよう依頼したんだが、どうやら殺したのは全く別の勢力だったようだな。3年前マルコーニはさも自分たちの手柄のように僕に恩を着せてきたが、ガルシアの方は否定していたからその可能性はないだろう。なるほど、だろうと思ったよ。あんたみたいな男に兄貴が負けるとは思えないからな。ほう、面白いことを言うじゃないか。キーヤがオークションの場にいた経緯、確かにあまりに非合理的ですね。確かにあの日キーヤ様は長き眠りからようやくお目覚めになった。だが僕がそれを知った時にはこの祭壇からいなくなっていた。おそらくご自分で地上にさまよい出たと思ったが、そして偶然出品予定だった人形のトランクに入り込んだ。さすがは捜査官だね。
だからどうした？キーヤ様がお戻りになれば、そのようなさまつな疑問は。グノーシス、冗談も大概にしたらどうだ。あんたが今していることは、誰かの記憶を盗み見て誰かの力を真似ただけだろう。あんたが非道な実験をもとに完成させた薬とやらも同じ。罪もない子供たちをもてあそんで、愚かな試行錯誤を繰り返した挙句、偶然見つけた結果でしかない。そんなものが断じて英知であるものか。貴様、確かに英知というには下劣すぎるかもしれないわね。ごめん、ワイスマンの方がはるかにマシだったかも。ああ、僕も同感だ。そして今もなお、あんたはそのくだらない幻想をキーヤに押し付けようとしている。あの日だまりのように明るくて、無邪気で、天真爛漫で。そんな、馬鹿げたことをさせるものか！バカな。あ、体が動くぜ。呪縛が解けた。そうか、彼の魔眼は所詮コピーしただけなんだ。動揺すれば保てない程度の不完全なものだったのか。ロイド君の気合が打ち破ったってわけね。ヨアヒム・ギュンター、あんたの器はもう見切った。この上何をしてこようとも、俺たちは絶対に屈しない。おとなしく投降してもらおう。何をブツブツ言ってやがる。これじゃあ切り札を使うしかなくなったじゃないか。それは教えてあげよう。これぞ完成したグノーシスの最終形とも呼べるもの。君たちが手に入れたものが青の英知というならば、さしずめこれは赤の英知といったところかな。もしかして秘書野郎とマフィアどもを化け物に変えた。その通り。しまった、あんなに大量に服用したら中毒症状。とにかく急いで吐かせないと。見えるぞ。大いなる D、 失われた。あを取り込んだワイスマンよりも。ああ、心地よい。今こそ我は全ての真実に立った。世界の在り方、その秘められた意図も。君確かに持て。そんなものはまやかしだ。真実というのは
そう単純につかめるものなんかじゃない。それは単に人のみの限界。我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の真相に、クロスベルの地に課せられた避けられぬ運命も。あったりを、もはや貴様らを生かしておく意味もなくなった。至れる身の不運を嘆きながら、ここで果てるがよい。諸さんの魔人化とは格が違うみたいですね。さすがにちょいと戦力差がありすぎるな。でもどうやら避けられる戦いではないみたいね。ああ、覚悟を決めよう。エリ、ティオ、ランディ、それからエステルにヨシア。これが最後の戦いだ。みんなの全力を貸してくれ。ああ、
ありがとう。Thank you.
駆動。エニグマ駆動。行くよ。エニグマ駆動。しまったみたいです。こうなったらもう彼の肉体は、そんな
諦めてたまるもんですか。やっとあの子、本当の意味であの子を抱きしめられるのに。俺たちもそうだ。絶対に何としてもあの子の元に帰る。兄貴、頼む、俺に力を貸してくれ。お兄さんではないけれど、サービスで貸してあげるわ。病院で見た。バテルマテル。ねえ、哀れね。でも自業自得かしら。今楽にしてあげる。バテルマテル、なぎ払いなさい。ダブルバスターキャノン。よっしゃ、これで。これが最後のチャンスよ。もう彼は持たない。とどめを刺してあげなさい。やるじゃないか。いまいましいが、最後に正気を取り戻させてくれたことだけは礼を言っておこう。ヨア姫、あんた。哀れみの目で僕を見ないでくれたまえ。見届けることはかなわないが、我らが対望はなったのだから。あの方はキーヤ様はきっと。あ、ち、最後までよまいごと。でも哀れね。はい。気にすることはないよ。あの狂気の薬を大量に飲んだ時点でもう彼は助けられなかったんだ。うん、そうね。できれば私も助けたかったけれど。ああ、最後まで彼の妄想を晴らすことができなかった。できればきちんと裁きを受けて自分の罪を受け止めてほしかった。そうでないと彼自身も、彼が犠牲にした人たちも悲しすぎる。ロイド、ロイドさん。ほら、何をしけたつらしてやがる。ランディ、俺たちは全能じゃねえ。全てがうまくいくわけがねえんだ。それでも精一杯やってここまで来れたんだろうが。ベストとは言わねえが上出来ってもんだぜ。ランディ、
かつてのロッジ制圧作戦では多くの教団信徒たちが自決しました。ガイさんやアリオスさん、課長たちは屍を越えて私を助けてくれました。避けられない犠牲も時にはあるのだと思います。ティオ、彼は自滅してしまったけど、まだまだ後始末は残っている。エリありがとう。そうだな、へこんでる場合じゃないか。それにキーアや課長との約束もちゃんと守らないとな。ええ、全員で無事にあの子の元に戻る約束、それと課長に一人前と認めてもらう約束ですか。なんとかどっちも守れそうだぜ。仲間か。どうやら幕引きみたいね。本当は最後まで手を貸すつもりはなかったんだけど、レイベンに影響されちゃったのかしら。レン、これでクロスベルでのレンの心残りは全部なくなった。なかなか楽しかったけど、レンがいると混乱しそうだし、そろそろ失礼するわね、レン。なに、エステル、レンはまだ捕まる気はないわよ。うんうん、レン、もうあんたは私たちに捕まってるわ。最後に別れてから半年、一度リベールに里帰りしてまたここに来てから3ヶ月、私たちはいつでもレンの気配を肌で感じてたわ。人形工房にいたことも知っていたし、ちょくちょくクロスベル市に遊びに来ていたのも知っていた。さすがに動力ネットで君を捕らえるのは難しかったけどね。当たり前じゃない、レンはキティ、誰にも捕まれないんだから。私たち以外にはね、今私たちはレンのことを全て知った。あんたの過去、悲しみ、そして嬉しいことや楽しいことも、もう逃げ切れないわよ。諦めると思ったのに、楽園のこと知ったら、エステルは絶対に諦めると思ったのに。2年前の私だったらひょっとしたらそうだったかも。でもみんなやレーベ、そしてレンに出会えたおかげで私は強くなれた。過去のどんな出来事も今のあんたを形作っている大切なものだから、今はただ愛おしくて仕方ないわ。本当だったらご両親の元に戻った方がいいのかもしれない。でも僕たちはどんなにわがままと言われようとも家族として君を引き取りたい。それがクロスベルに来て僕たちが改めて出した結論だ。そんなの。待てる待てる、 どうして勝手に。もしかして。そうか、君もレンのこと。マイスターに調整されて自分の意思で動けるようになったみたいだね。もう逃がしてあげないんだから、これからどこでどんな風に暮らしていくか一緒に考える必要はあるけど、まずは一度リベールに帰りましょう。
ティータもずっとレンのことを待っているわ。さすがにじんときちまうな。みんなありがとう。本当に君たちにはなんてお礼を言ったらいいのか。いや、俺たちは手伝いをしただけさ。君たちは君たちの手でこの結果を手に入れたんだと思う。よしや、おめでとうって言わせてくれ。ありがとうロイド。一刻も早くキーヤちゃんの顔が見たくなってきたわね。はい、それにサイトと課長にも。そんじゃぼちぼち戻るとすっか。ああ、特務支援課、撤収準備。捕らわれた人たちを護衛しつつ、マフィアたちの身柄を確保しながら地上に戻ろう。それに暖かいな。ライダー、この声まさか。キア、よかった。ライダーもエリーもティオもランディも無事で。キーヤちゃんが。しかも偉い大所帯じゃねえか。先ほど市外に展開していた警備隊員たちが全員気絶した。それで取り急ぎ彼女を連れてこちらに出向いたというわけだ。まったく、連れて行けとダダをこねられて困ったぞ。これだから支援課はしつけくらいきちんとしておけ。そう言いながらわざわざ連れてきてやるあたりがお前らしいがな。セルゲイさん。副司令にノエル総長も。皆さんお疲れ様です。こちらの部隊もようやく身動きが取れるようになったわ。それで様子を見に来たんだけど、とりあえず危機は去ったのね。はい。不気味な魔獣たちも全て姿を消してしまいましたし。おかげで全員連れて帰ってこられたぜ。ま、マフィアたちは拘束して地下に置いたままだが。むしろこれからの方が大変かもしれませんね。そうね、市民への説明と諸外国への対応。マフィアたちも一通り拘束する必要がありそうですね。そして今回の事件に関する一連の証拠集め、1ヶ月は大忙しだろうな。ギルドも協力させてもらおう。感謝する。確かに死ぬほど忙しくなりそうだが。でもなんだか全てがいい方向に行きそうね。ああ。ロイド、エリー、ティオ、ランディ、詳しい報告はゆっくりと聞かせてもらうとして、とりあえずケリはつけてきたか。な。はい。上出来だ。これでどうやら
お前たちを一人前として認めてやることができそうだ。ガイの奴も喜んでるだろう。課長。はいはい、ちょっとどいてどいて。グレイスさん、こんなところまで。こんな美味しいネタを見逃すわけにいきますかって。何はともあれ、まずは一枚パシャリと行かせてもらうわよ。ほら、全員入った入った。やれやれ。写真撮ってもらうの？ああ、にっこり笑うんだぞ。うん、ツァイト、入りましょう。私たちはさすがに遠慮した方が良さそうだね。ほらほら、遠慮すんなっつの。ジョーちゃんも入ってけよ。それじゃあ遠慮なく。まったく。たまにはこういうのも悪くなかろう。ほら、副司令も課長さんの横あたりに。はいはい。でもこれどんな絵面になるのかしら。さあ行きますよ。はい、チーズ。クロスベルに恐るべき混乱を引き起こした DG 教団の存在、それに利用されたマフィアと薬物によって操られていた警備隊、そしてハルトマン議長をはじめとする数々の有力者たちの不始末、事件の概要はクロスベルタイムズによって報じられ、前代未聞の大スキャンダルへと発展した。ここに至ってマクダイル市長は警察局長、警備隊司令、両名を解任、各課の責任者やソーニャ副司令に事件の徹底究明を命じた。ダドリー捜査官をはじめ、今まで上層部に押さえつけられていた捜査官たちによって、帝国課議員のみならず共和国課議員にも及ぶ教団とのコネクションが洗い出され、そんな中、IBC のディーター総裁が次期市長選挙の出馬を電撃表明し、引退するマクダイル市長の理念を継いで健全な政治体制の確立を公約に掲げた。そしてマクダイル市長もまた逮捕された議員たちの補欠選挙の出馬を表明し、早くも次の議長候補として各方面から期待されているという。そして事件から1ヶ月後、そのマクダイル市長によって俺たちは視聴者のホールに呼ばれた。エステルとヨシアはレンと共にリベールに帰ることになった。遊撃士協会の人手は減ることになるが、政治改革が行われることによって警察の体制もよりよく変わるだろう。今後は一層ギルドとも協力しつつ、彼らの負担も減らせるかもしれない。別れ際、レンは俺たちに改めて気になる言葉をかけてきた。500年前の真実と、キーヤがオークションにいた経緯、そして俺の兄ガイ・バニングスを殺めたり、結局何者だったのか全てを見通すような彼女にも、それらの真相は分からなかった。だが
それを解き明かすのは俺の、いや俺たちの役目であるはずだ。いつかまた再会する約束をして、俺たちは彼らと別れの言葉を交わした。そして白熱した市長選が終わり、俺たちが通常業務に戻った日、特務支援課の玄関に真新しいカバンを持ったキーヤの姿があった。本当に大丈夫か？やっぱり初日くらいは俺もついていった方が。大丈夫、ちゃんと道も覚えたもん。それにリュウとアンレも一緒に行くんだし。でもな。まったくもう、本当に親バカなんだから。あなただって小さな頃は子供たちだけで日曜学校に通っていたんでしょ？まあそれはそうだけど。そういうエリーさんもそわそわしまくってませんか？これはその保護者の差がというか。やれやれ、せっかくのキーボーの晴れの日だ。もう狙われることもないんだし、せめてきちんと見送ってやろうぜ。いやまあ分かっちゃいるんだけどさ。なんだか子供を持つ親の気持ちがわかる気がするわ。お前らこそ新市長から相談に呼ばれてるんだろう。そろそろ出かけたらどうだ。はい。それなんですけど、課長ご存知なんでしょ？一体どんな相談なんですか？それは新市長から直接聞いた方がいいだろう。とにかく今日はお前たち全員にとって新たな一日になるはずだ。わかりました。やれやれ、また忙しくなりそうだな。まあ忙しいのはいつものことですけれど。それじゃあキーヤちゃん、通りまで一緒に行きましょう。
私を見つけて